ローバー P5 は、イギリスの自動車メーカー、ローバーが1958年から1973年まで製造した大型乗用車の設計コードネーム及び通称である。新車当時には、正式名称のローバー3リッター並びに、ローバー3リッターと呼ばれた。保守的だが上質に仕立てられた、英国の典型的アッパーミドルクラスにあたる上級者であり、 当時のローバー伝統の高品質とも相まった独特の格式で中産階級のロールスロイスとも呼ばれた。社格と量産者としての実用性を両立させていたため、イギリスの歴代首相や政府高官の公用者としても愛用された。イギリス王室は御両者、公用者としてロールスロイスやディムラー、オースィン A135 などの最高級車を用いたが、エリザベス女王は プライベートな足として、ピーゴを自ら好んで運転していたことがある。イギリスでは製造停止後、クラシックな雰囲気がありながら、現代の交通事情にも適合する性能を持ち、中古車の市場価格も比較的手頃で維持も困難でないという特徴で、ヒストリックカーの愛好家から好まれるようになった。特に、クーペモデルの人気が高い。1958年に、 ローバー3リッターとして登場した最初のモデルである。エンジンは直列6気筒 2995cc106 馬力で P5 発売後も並行生産された従来型のローバー P4 のトップモデルローバー95の 2600cc エンジンを拡大したものであった。このエンジンは吸気側がオフ、排気側がサイドバルブと異なる構造を持つ良いエンジンと呼ばれる。 SV とオフの接中的なレイアウトを持つエンジンであった。イオエ自体は20世紀初頭から例が見られ、オフが市場で前世となっていた1950年代には、すでに全時代的なレイアウトとされるものであった。しかしローバーイオエエンジンは、燃焼の魔術師と謳われた英国時にエンジニア、ハリー・ウェスレークによってデザインされ、内容は一般的な F ヘッドと呼ばれるエンジンとは大きく、 異なっていた。傾斜したシリンダーヘッド、独特な形状のピストントップと燃焼室などを持ち、バルブの配置を含め F ヘッドとは形容しがたいレイアウトをとっており、それらから構成される燃焼室形状はヘミエンジンなどに見られる半球型となっていた。実用性能は当時において必要十分であった。動力性能は当時の英国の自動車雑誌。 ザ・モーターのテストによると、最高速度時速 152.9km、0から60マイル加速17.1秒であった。初期型は4輪、ドラムブレーキであったが、発売後まもなく前輪は、サーボ付きディスクブレーキとなり、1960年5月以降のモデルには、自動変速機、オーバードライブ付きマニュアルギアボックス、パワーステアリングも注文可能となった。 サスペンションは前輪がウィッシュボーンとトーションバーによる独立喧嘩。後輪はハンダエンリーフシジリジットアクセルで、当時のイギリス車ではごく一般的で堅実なレイアウトであった。1961年には細部に変更を受け、マーク IA と呼ばれる改良型に発展し、1962年にマーク2と交代するまでに2963台が生産された。 1962年に P5 は M2 に発展、最高出力が129馬力に引き上げられ、サスペンションが改良されたほか、基本はセダンのレイアウトのままで、ルーフラインを6センチメートル低めたユニークな4ドアのクーペが追加された。M2 は15,676台のサルーンと5,482台のクーペが生産された。M3 では、 エンジン出力が再度134馬力に高められたが、マーク2とそれ以外の相違点は少ない。3919台のサルーンと2501台のクーペが生産された。クーペの生産台数は年を追うごとにサルーンに近づいていく。P5 の最終型はマーク4ではなく P5 バイトと呼ばれたが、これは搭載するエンジンが全く新しいものであったことが理由である。 新エンジンは、もともと、ゼネラルモーターズが1960年代初頭に、ビュイックとオールズモビル部門のインターミディエイトクラス向けに開発した、比較的コンパクトで軽量なアルミ製エンジンであった。しかし、頑丈な中鉄製ブロックエンジンが、主流のアメリカでは、専用クーラントを要するなど取り扱いが特殊な、アルミエンジンは、市場で評価を得られず、GM は、 数年後にはこのエンジンの生産を中止した。同じ頃のローバーは、レイランドグループ参加に入っていたが、イオエ直列六気筒エンジンの後継機種開発の予算に急していたことから、GM が見放したアルミエンジンに目をつけて、その製造権と生産施設を譲り受け、主に耐久性の面で改良を加えて市販化した。このローバー V8 エンジンは、 V 型8気筒 3528cc で160馬力を発生し、燃費は良くなかったが強力で汎用性の高いエンジンであった。当初、P5 と P4 の後継者となった進歩的な設計の P6 の高性能版に搭載され、さらには1970年には高級 SUV の先駆けとなったレンジローバーにも流用されるなど、1990年代に至るまで、 長年、ブリティッシュレーランドの大排気量車エンジンとして生産された。V8 エンジン搭載に合わせ、ボルグワーナー製 BW35 型三速自動変速機とパワーステアリングが標準装備となった。外観はヘッドライト下に1体のフォグランプが追加され、黒く塗られ、周辺をクロームメッキされたロスタイルホイールに履き替えた程度しか変化しなかった。 多くの長期生産モデルは年々流行を追ってマイナーチェンジを重ね当初のデザインの魅力を失う例が多いがローバーは P5 について1958年のデビューから最終型までデザイン変更を最小限に抑えたこの見識は今日のヒストリックカーとしての安定した人気をもたらしている1973年に生産中よされるまでに 1501台のサルーンと9099台のクーペが生産された。イギリスの歴代首相、ウィルソン、ヒース、キャラハン、さらに生産中止後6年を経た1979年に就任したサッチャーの代に至るまで、その公用車にはピーゴ並びにピーゴバイトのサルーンが常に用いられた。ピーゴの公用車用途での人気は根強く、当時ローバー車を生産していた。 ブリティッシュレーランドは P5 バイトの生産終了にあたり最終ロットを英国政府向けの在庫に残したほどで1980年代前半にジャガー XJ にとって変わられるまでロンドンの館長街には多くの P5 バイトが走っていた。エリザベス女王はかつてアーデングリーンに塗られた登録番号ジャージー280系の P5 バイトサルーンを自らドライブしていた。 この車は引退後、英国、ワーウィックシャーのヘリテジモーターセンターに展示されている。当時の日本にも、歴代の輸入代理店である、アサヒ自動車、コーンズカンパニーリミテッド、新東洋モータースによって、数は少ないながらも、継続的に輸入された。ありがとうございます。